島の井の字は神奈川大塚北都南間が1番7番前固め、まあ、5番の石原さんがねこう逃げると思うんで、4がくっついてそのまま逃げると。井の家とは下げての4番手、上から2番上田が4番手上から叩きます。あ、やべ、逃げた。あ、あの先行争いみたいになるとね、こう1切っちゃうんですよね。叩いた上田を突っ張り切りました。石から早手が逃げまして、マークは福島たけし3期4番の鈴木伸之、5番が持てばいいですけど、飯野裕太と大塚キラホーム6番手から4番手5番手ちゃんと止めろ。2コーナーからバック、先行は香川のラインです。さあ3番手から短期4番鈴木がまくりパス、香川の3番手から、あ、やばい、5残んねえじゃん、やば。3番の福島たけしが切り替え、あ、4が強かったですね。飯野は外にくれ、4番手から救って3番手大塚から短期4番の鈴木伸之、まくりを決めて切り替え急通、福島たけし追ったのが7番大塚。2番6番と中部近畿の2人が上昇して先頭3番の蛭田の横を並びかけています。さあ残り2周のホームとなりました。2番の1が多分逃げると思うんですが、あ、行かないですかね。いや1は逃げないか、やべ、2が逃げるとねちょっと展開全然違うんですよ。さあ2番の藤井このままかけていくか、3番手には3番の蛭田、5番手には1番の小川、3番手から先に行きます。3がかました、総一郎4コーナーから直線に帰ってきて残り1周。あー、ちょっとこれはなんか微妙だな、やばいな。2番の藤井、さあ3番の蛭田が、こういう展開はもう大体来ないですよね。まあ、2を並走してるし、あ、1か。1番の小川がまくり切って、番手には7番の室井、5番の浜田で切って4コーナーから直線コース、1番7番5番の体勢、1番7番松勝負も、同期生の上田貴也113期の2人押さえます。突っ張れ上田が突っ張ります。 OKOKOK、 これはブーメランです。石から早手の方が、あれ、3が前か。いや、1の後ろ4かなと思ったんですけどね。多分7番も番手まくりするんで、あとはちょっと4が突っ込んできてほしいですね、これ。そして6番手から川井優也と鈴木伸之、関東で6番手から行きます。さあ6番手から河合が行きました。それを引き連れ、今度は4番手から3番の石倉が仕掛けますか。3は飛んだな。さあ金が、いや、4突っ込んでこい。坂本龍馬切り替えた4番飯野裕太、飯野突っ込んでこい。4番手石倉が入ってます。頼む先端横な自力で直線伸びろ。金が勇気追った坂本龍馬、中尾飯野裕太、一来ちゃったか。金が勇気 S 級初優勝。上昇してきた6番の東谷に4番の窓場近寄りが突っ張っていました。あれ、突っ張るとね、ちょっと7に刺されちゃうんですよ。山口は乗り換えて中段の4番手、いや、窓場まっくりじゃないんかな。6いけ、ジャン前の直線、6番の東谷圭吾がここから、よし、窓場ちょっと引いてほしい。いや、もういい、まっくりでまっくりで、いや、まっくりじゃないとこれはね、7刺されるんで。6番東谷、5番の塚本、3番の新色と九州3人で切ったところで、よし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 、ちょっと今の窓場さん頼むよ、今強いからね。手からとなって1番の山口は後方7番手、最終バックへと抜けていきます。4番の窓場近寄りがバッ、いや、結構スピードいいんじゃない。2番手横までいい感じ、よし、72でくっつこい。4番の窓場が472刺すな、よしよしよし、刺すな、つながり刺すな、頼む、刺さないでくれ、刺すな、押し切れ。山本突っ込むが4番窓場も粘り、横関は引くでしょう。茨城のコンビ上がってきました。いや、7が逃げてくれ。三度連携というこの2人、連日ワンツーを決めていますが、小畑と芦沢、やばい、5番まくりか。前かわしてきました島津拓也、今打賞 S 級の決勝戦、後方からが5番の横関、かましか、かましてくるわな。一地元なんでね、
早めに来ました。最終ホームかましていくか。4番の島津も来るだろう。残り1周回前に出ました。5番の横崎優希番手回りチャンスは1番の菊池健二が来ねえな。ちょっと遠いね。3番手地元勢が岐阜の5番横崎を追って最終バック、いい展開になっている。橋田突っ込んでこい、橋田突っ込んでこい。いや伸びてるけどワンチャン遠いで、遠すぎる。その7番車の黒沢誠二が5番手からゆっくり上昇。黒沢さんがちょっと逃げればね、2がチャンスありますからね。これ自力あるからね。2番6番両者前受け、桑原はどっからでも突っ込んでくるでしょ。2番高橋気づきがついそうです。とりあえず7が逃げてほしいよね。7番黒沢が抑えて先行、2番高橋気づき、5番竹山亮太です。あ、4来た。これだと4が逃げる展開。あ、まあこれでもまあまあなくはないが、2が最後突っ込んでくればありそう。あ、3来たな。あ、ちょっと展開良くないなこれ。やばいな。2行ってくんね。突っ込んでこい。うん、ちょっと7がやばいやばいやばい。2来い2来い2来い。あ、やばい、届かない、これは無理だ。後ろが1番、そして2番車あたりも外から迫ってくるが、先頭は7番車の黒沢、そして4番組め外から1番桑原迫って、8になったんですが、前では5番の中井突っ張ります。2番の小林大成が2周半前から突っ張れ突っ張れ突っ張れ。4番の武藤が7番、よし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 。あー、ちょっとこれ、あー無理か。いやーマジか、3がちょっと浮いちゃいましたね。もうこれはちょっともう届かないんで厳しいですね。まあこっからまくってはもう来れないんで、4来そう。7番の川口3番手から4番の武藤がまくってきます。縦へと転じました。4番武藤に6番の岡、そこに7番の川口、うん、これはちょっとねしょうがない、途中からも無理だったっすね。前は埼玉の2人で1着争い、内側4番の武藤です。追走してきます。青越行け。まず仕掛けたのは8番の岩谷、昨日準決勝も高連携の岩谷小川兄弟弟子コンビがゆっくり上がっていき、青越さん頑張ってくれ、果敢に攻めるか。それを見ながら6番の川越も牽制しながら踏み込んで、先行勝負は川越、岩谷を出させません。突っ張る6番の川越、青越さんもう頑張って、思い切った先行を打とうという6番の川越です。残り2周から一気に吹かしていく6番の川越、ね、逃げる川越、マークは9番の深谷、トップは7番の大森、中段を取っている5番の平原、まだ地元勢は6番手、そして8番の岩谷は後方から逃げる6番の川越、残り1周ぐらいでも深谷残りそうだけどな。9番の深谷はどの位置から踏み込んでくるのか。まずは地元勢6番手からまくっていく。その岩本の動きを見て深谷も躊躇なく縦に踏み込んでいった。9番深谷の踏み込み、バンクが上がっていき、そして7番の大森、その外を5番の平原、はい、させないでしょ。さらには3番の諸橋、逃げる9番の深谷、つける7番の大森が果たしてかわせるか。いや、かわせないでしょ。逃げる深谷、深谷が逃げる、深谷が振り切って続いた7番の大森。6番の松本秀之進が同期愛媛勢に抑え込むような作戦を取っていきますか。ここは5番の真鍋が突っ張りそうなんですが、突っ張ってくれ頼む。昨日主導権争いの作戦ですが、うまく6番の松本が抑えてきますが、やはりここは突っ張っていきました。よし、突っ張ればにはさせる気がする。7番早秀、7番宇根秀俊、1番の谷口浩二です。4番坊州テリアが切り替え含みの5番、まあ、6より5の方が強いからね。下げた6番松本秀之進と3番志原正文、九州勢が巻き返しはかった。あ、来た来た来た、よし。ライライ6番手から巻く6番の松本秀之進、なかなかいいまくりを打ってきますが、ここでよし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 、止めろ止めろ止めろ。いやー、刺してくれ頼む。安いけどな、これ 3.2 倍ぐらいなんですけどね。
どうやら6番松本秀之が苦しくなった。ちょっと刺すだけでいいんだよね。もう後ろ見てるしだいぶ余裕ありそう。一応独占のケースでしょうか。先頭5番車の真鍋、そして2番7は来んなよ。7まで来んな、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 7まで来んなよ、頼むよ。制約沢誠二が少し夜間を開ける作戦に出ました。5番の先行争いみたいになりそうですけどね。来たよ。7番桑原大志ですが、ここは2番車の黒沢が抑えていき、おっと落車です。マジかよ。さあ競争は6名となってしまいました。マジで言ってます。もう久米さんがまくっていくしかないんですけど、援護ないし4来そうだね。主導権です。まあ値段もいるしね。ちょっとこれ無理ですね。これは、はい。1番久米康平、そして7番桑原大志です。終始後ろの3番千葉根田隆。さあ溜めてのバクリーにかけてきますか。2コーナーからバック。これは厳しいわ。2番の黒沢車間を切る。4番久木原博士、6番江連和。なんかワンチャン。1番久米康平仕掛けられますか。7番車の桑原大志がワンチャン来い。根田隆も動いてきますが、さあ直線に向かって。ワンチャン頑張れ。4番車の久木原。1番の久米がシャープに外から迫ってくる。あーでも久米は来た。突っ張る気満々か。北井勇気も突っ張る気満々か。あしかし残り2周抑える山田久典を。あいつものやつね。北勇気、北井がインコース突っ張っていく。さあ山田久典、そうするとアロックが叩いちゃうと、まあ北井さんもちょっと突っ張るだけじゃ厳しそうだな。あ、やばい。これはやばいぞ。4がもう飛ぶな。あ、太田が行った。あ、なんかちょっと難しい展開。あ、でも地元勢が来るんで、まあいいんじゃないですか。あ、落車もあったということで、ちょっと良くないな、これは。関東ライン、そして前の静岡コンビ。さあ、まあ、先行争いみたいになると5-7に展開が向くという流れ。4コーナーからホームストレッチ。さあ鈴木リックが応戦する。赤番の周回に入りました。宿口離れてるしね。しかも両者のもがき合いとなって2コーナーからバックストレッチ。それを後方から冷静に見ている5番の宿口陽一が、さあ仕掛けてくる。打賞が入りました。宿口のまくりが決まるのか。そして今度は5番の宿口が前を。やばい。4が来ちゃうと無理ですね。あー、4が来ちゃいましたね。はい、無理です。これは宿口さんも番手まくりされてるな。やっぱ地元ですね。先頭6番内山、地元の内山、それに4番の大塚、続いて6番4番。まあ、突っ張り先行だと1が来そう。さあ踏み込んでいく4番の大石健志が突っ張りますが、あここは6番の。そうするとこれ4を下げますね。あむず5番の高橋、むずいね。これはむずいね。まあ、地元だからな4はな。まくっても勝てそうだし。南関勢は後方6番手と7番手に引いています。さあ赤番周回かましね。ああかましか。後ろから4番の大石健志が勢いをつけて上がってくる。ただちょっと厳しくない。新太郎が踏み込んで応戦します。打賞が入って2センターから4コーナー先行体制は6番。ちょっと厳しくないか。ここから4番の大石が来ます。中段からは2番の大月も発進して残りは1周。さあ2番の大月博之が出ました。大月が先頭だ。大月先行していく。7番の大月が行った。4番の大石は3番が3着に来る。これは無理だ。2センターから4コーナー先頭は大月。いやー難しいね。コーナーを回っていく。その大月の番手から7番の竹内智彦。